あれね、私がさ、そうリゼの誕生日めでたいツイートがね、マジで分かりづらいツイートしちゃって、そうデビ様も勘違いしたんだけど、もうデビ様はもうええわと思ってリプライでうんち送っただけだったんだけど、さすがに源月さんにはちゃんと返さなきゃなと思ってごめんねみたいなの送ったんだけど、ちなみにあの私源月さんはあれです、どっちかっていうと私より声の高い男としてライバル視みたいななんか海田さんもだけど、なんかこの2人、なんかバルツのこの2人、私より声が多分高いんだよな、許せねえんだよなどちらかといえば私の中のジャンルはなんかあれ私より声高くねえのところに入ってますね。ちょっと若干のライバル視、若干のかなえさんポジに近いようなところにある。しかも源月さんに対して関してはあれなんかたまに私より声可愛くねんみたいな。で3人ともかな、3人ともかバルツ、ちょっとね、しっかりね絡んだことが現状まだあんまりない。まあ、強いてるのは海田さんかな、ちょっと絡んだかなぐらいなんであれなんですけど、そう長尾さんそんな別に高くはないよね、普通になんか男性の声してる気がします。喧嘩ではない、もう喧嘩星ではないんだけど、君声高いよねって思ってる。なんか軽くねコラボしたことあるんで、その時全然いい方だ、いい人だったんですけど、もう本当にもう勝手になんか嫉妬してる、うん嫉妬してます、そうそれ声高いんよ私より